中国人のアメリカンジョーク。何年か前に派遣で全体で100人くらい人数がいる会社の貿易部に入ったのだけど、配属された部署8人中私を入れて2人だけ日本人で、あとは全員中国の人たちだった。中国に支社とか取引先があって、その関係で中国の人が主に交渉とか手配とかのやり取りをしてて、日本人は国内担当みたいな流れで仕事をしていた。それぞれ出身地が違っていて、全員が英語と日本語がベラベラで、仕事中は他の人にも会話の内容が分かるようにと自主的に日本語で話すようにしていたらしい。内訳が上海出身者と北京出身者、香港出身が2人、四川省出身、内モンゴル自治区出身、朝鮮族出身。たまにふざけながら、これだから上海人は信用できないよ、香港人は黙るね、まあまあここは僕の顔を立てて、朝鮮族は黙るよみたいなやり取りをしながら仕事をすることが割と多くて、こっちも書類を作りながら和んでました。中国でなんちゃってディズニーみたいなのがテレビに映った時、中国人全員が頭を抱えて、中国人がアメリカンジョークをしちゃダメねと本気でへこんでいて、傍から見ていてだいぶ笑わせてもらいました。小肌。少し遅めの昼食に寿司屋へ行った時のこと。カウンターに座ってランチのセットを頼むと、2つ隣にメモを見ながら入ってきた白人男性が、メニューを穴が開くようにじーっと見て特上を指さして注文。さらにメモを見ながら、ジャパニーズ鮭純米大吟醸プリーズと旧氏の女性に言うが、純米大吟醸は置いていないようで困った様子。板前さんも、これのおすすめでいいかいって、おすすめって英語でなんて言うんだと困りながらもメニューを指さして手振りで聞く。すると白人男性の横に座っていた日本人女性が英語が多少できるようで説明をすると、白人男性はニカッという表情でコクコクとうなずく。中井さんと板前さんもほっとして、日本酒とお寿司の支度にかかる。日本酒が来てお寿司が握られている間、その女性が白人男性に声をかける。これ食べる？白人男性に勧めたのは小肌。青魚大丈夫かと思っていたら気にせず食べて、またニカッという表情、うんうんとうなずきながら日本酒を引っ掛けていた。白人男性に出された特上を見て、エビの頭どうするのと困って見せたり、さっきの小肌の分自分の寿司からどれか取ってと女性に示したり、すっかり寿司屋を堪能しているようで見ていて微笑ましかった。